岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。不意をつかれると戦況が不利になってしまうぞ。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよ。わからん。しかし国中の水を賄うだけの水源だ。幻の泉よりもずっと大きなものだ。まあちっとは楽しかったぞ。魔物の里ごと引っ越せるかもな。大魔王様が里を離れるとは思いません。ってことは俺たちだけ引っ越せばゲームやり放題。そんなこと言ってるうちは引っ越しなんて許してもらえませんぞ。お前さんがいた頃の国王軍は今よりはマシだったのか。どうかな。反乱軍だった者たちを知り、ピッチ人の真実を知った今となっては、私が信じていた正しさなど砂の城だったと思わざるを得ない。悪魔のこともだろ。ああそうだな。お前たちには一番目を開かされたよ。ゼウ大将軍、アレ将軍とつながりました。聞こえるか、アレ。貴様、国王に対して何デタラメを言った。シワはどうした、片付けたのか。貴様ともあろう者が一体どうしたことだ。もしもし、どうも無線の具合が悪いようです。よく聞こえません。切りますよ。ダメです。アレ将軍も水源の兵も誰も応答しません。なんだと。水源に親衛隊を向かわせろ。絶対に島たちを近づけるな。あの報道局に入った情報ですが、先日不良グループが追い剥ぎを企んで逆にやられたらしいんですが、その相手が芝だったようで、その時やたら強い赤い魔物の少年も一緒だったと。赤い魔物の少年、ベルゼブブだ。ベルゼブブだって。なんで悪魔の王子が芝と。研究室を呼び出せ。聞こえるか、ドクター・ポーセ。今すぐ虫人間を準備しろ。それに例の切り札も出すぞ。無茶です。まだ完全ではないのですよ。構わん。芝や魔物の息の根を止められればいいのだ。わかりました。
彼のやつ、兵士には休暇を与えたと言っておったのに。ゼウの子がいたちだろ。手強いぞ、油断すな。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。楽しかったぞ。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。力を貸すぞ。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプ。おい、もう南端の岩山だぞ。ちっとも水源なんてないじゃないか。いや、見張り台がそこら中にある。近いぞ。なんじゃこいつは。だ、トムだ。くそ、まさか。とにかく向こうの岩場から上に上がってみよう。ゼウの兵が。
よ。よく見られたくないものがあるのじゃ。なんじゃこれは。あいつら水をせき止めておったのか。川は自然に干上がったんじゃなかった。飛行機も船も禁止するわけだ。人間ってよくわからねえな。こんなことまでして儲けたいかね。こんなことを考えるのはゼウぐらいだ。くそったれめえ。バカな王は所詮ただの飾りだ。いいように使われているに過ぎん。で、どうするね。まずダムを破壊する。次にゼウを片付ける。何か近づいてくる。何もありませんぞ。人間ってよくわからねえ。あまりのことに言葉もないようだな。待っていろ、シバ、ベルゼブブ。すぐに息の根を止めてやる。まずい、狙い撃ちにされるぞ。崖下まで降りるんだ。わわわ。といネズミどもめ。ドクターポーセ、虫人間の準備をしろ。本当に使うのですか。まだ完全にはコントロールできないのですよ。敵を倒したら今度は住民たちや我々を襲い始めるかもしれません。バカモン、リモコン爆弾を体に埋め込めばいいだろう。急げ。はい。なんだ、丸っこいのが出てきたぞ。あれは久しぶりだな、シバ。生きていたとは驚いたぞ。それはこっちのセリフだ。機械人間になってまでまだ権力が欲しいのか。なぜ貴様はいつも平和を乱すような真似をする。昔からそうだった。平和だと？ふざけるな。こん全て知ったぞ。覚悟はできているんだろうな。覚悟するのは貴様たちの方だ。私を甘く見たようだな。やれ、ドクターポーセ。
ヤバそうですぞ。ああ、分かってる。嫌な匂いがプンプンするぜ。作り出した秘密兵器だ。シヴァと共にこの世から消え去るがいい。なるほど、こいつはマジにヤバそうだな。おっさん、俺を連れてきて正解だったな。いくらあんたでもこいつの相手はちょっと無理だ。大丈夫か王子。最近のやつらは忘れてんじゃないの。悪魔だぞ、俺。お前、今のうちなら逃がしてやってもいいぜ。どうする？お、王子！た、大したことないぜ、こら。だ、大丈夫か？気をつけろ、シヴァ。虫人間は生きているもの全てを攻撃するぞ。すまん。シーフと戦車に乗ってくれ。俺があいつらを引きつける。しかし。早く。すまん。さあ、かかってこいよ。やはり俺も加勢を。おっさん、せっかくだけど手出さないでくれ。無駄だ。シーフと戦車の中にいてくれ。キャン。どうだベルゼブブ、さすがの悪魔の王子も手も足も出まい。やっ！はっ！逃げるなよ！じゃん！やっ！暴れろ、虫人間！うりゃっ！むぎゅっ！じゃん！やっ！あんたは王子の真の怖さを分かっとらん。なんだと？長年手こずらされてきた魔物どもも絶滅の日はどうやら近いようだな。王子は心根が優しいからみんなすっかり舐めておるようじゃが、本人が言ったように忘れてはおらんか。王子は世界で最も恐ろしい悪魔だということ。闇のパワーを吸収した悪魔がぶち切れると恐ろしいぞ。
やめた。私も随分久しぶりに見る。危険だからもうちょっと離れてようか。いつまでぼーっと突っ立ってるつもりだ虫人間。ただの苔脅しだ。さっさと片付けてしまえ。よし、これぐらい離れればいいじゃろう。こんなに、いくらなんでも大げさじゃないのか。以前近すぎてわしまでヤバかったことがあったんじゃよ。信じられん。なんという。な、だから言ったじゃろう。そんな。お前、話わかるか。わかったらもうやめとこうぜ。ちくしょう。こうなったら自爆してベルゼブブと共に消えてしまえ。王子シーバー、今度は貴様の番だぞ。な、何。あれ将軍。こんなことで。投降した者を撃つのは罪だぞ。貴様だけは。頼む、命だけは。芝将軍、新しく配属になったアポです。将軍、何としても国を守りましょう。息子が生まれましたね。写真が、ほら、可愛いでしょう。おかえり。貴様だけは。昔から騙されやすいのは変わらんな、シーバー。まずいぞ。
ちょっと頭下げてろ。ベルゼ、悪魔より悪だなんて許されるとは思うか。ボスは最後の仕上げだな。ああ、分かってる。戦車砲でダムをぶっ壊してやる。よし、いい位置だ。ここから狙おう。オッケー。どうだ。なんて頑丈なダムなんだ。お前さんたちの戦車でも撃ってみたらどうじゃ。そうだな、難しいとは思うが。さすがの芝も手も足も出ないようだな。スイマン、あいつら後をつけてきやがったな。まだやろうってのか。待て、こいつを撃ってやろうと思ってきただけだ。これは悪党のくせに高級な弾を持っていやがる。これならきっとダムを破壊できるぞ。3000万ゼニーでどうだ。そんな高いもん買う金ねえよ。国王軍と仲良しなんだからそれくらいどうにかできるだろう。残念だが私は軍規違反でこれから処分される身だ。3000万ゼニーどころか3000ゼニーだって自由にはできない。なんだって。くそ、なんてこって。パパ、さっき砲弾はタダであげるつもりだって言ってたよ。バケ、バラすな。しょうがない、これは貸しにしておくぞ。王子、貴重な弾だ、絶対に外すなよ。分かってるって。頼む、壊れてくれ。木に眺めてる場合じゃないぞ。川の後に誰かいたら流されてしまう。そうか、報道局か。私はアレ将軍だ。すぐに全国民に伝えたいことがある。サンドランドの皆さん、川に水が戻ります。すぐに連絡し合って、川の後に人がいたら危険を知らせてください。川の水が流れなくなった原因を探り復活させたのは、凶悪犯と誤解を受けたシバシと、我々が最も煙たがっていた存在である悪魔の王子ベルゼブブ氏とチーフ氏の3人です。30年前の大爆発とピッチ人の悲劇の真相についてはいずれお話しします。では共に川と平和の復活を祝いましょう。どうなってるんだい、あれ将軍。川に水が戻ったって本当かい。ええ、これでサンドランドの水不足は解消されました。そう、よかったよかった。30年前のピッチ陣への攻撃は
ゼウ大将軍による悪意ある策略であることも判明しました。誤解だったみたいだな。いかがでしょう。国王の資産の半分を国民やわずかに生き残ったピッチ人のために使われては、ゼウ大将軍と組んで水で儲けていたなどとあらぬ噂を立てられては王の沽券にも関わります。私が世間にうっかり余計な口を滑らさないためにも、この立派な王家存続のためにも、この辺りで人民のハートを強くキャッチなされてはどうかと。そうだね、そうしてみようかな。さすが、それでこそ誉れ高き我がサンドランド国王でございます。なかなかだったな。君ならゼウに代わって大将軍を任されても安心だ。私が？とんでもない。軍はもう辞めるつもりですよ。ゼウほどではないにしても似たようなことをやってきたんだ。同じ悪党ですよ。あなたが大将軍になるべきです。冗談じゃない。軍なんて二度とごめんだ。大将軍は君しかいない。バカな国王にいろいろ教えてやってサンドランドの平和を守ってくれ。いいな。さて帰るか。もうちょっとだけ戦車を貸してもらおうな。ゼウが失脚したか。はい。よし、すぐに隊を出せ。奴らに気取られるなよ。はっ。いよいよだね。ああ、我らが世界を手に入れる時は近い。勢いでしたな。スピノ町にももう流れ着いたから。スピノ町にも水が戻ったようだな。おかえり。とうとうやったね。見てよ、みんなの喜びよう。あんたたちが届けた笑顔だよ。届けたのはおっさんだろ。俺たちは自分のためにやっただけだ。そうだったね。さて、私たちを信じてくれた人たちに挨拶に行こうか。行ってらっしゃい。私はガレージに戻ってる。やっぱりダメですか？急に言われても私一人じゃ決められないよ。どうしたんだ？このポルックって子がスピノ町に住みたいっていうの。ピッチ人じゃん。お前もしかして幻の泉から一人で来たのか？はい、ペルゼブブさんたちを見て私も外の世界を旅したくなって。無茶をする。しかしなぜスピノ町に？町のことはラシーさんに聞いてていつか訪ねてみたいと思ってたんです。お役に立てるよう頑張りますから。俺はいいと思うけど、お前何ができるんだ？そうですね、
炊事、洗濯、掃除、あと裁縫なんかもできます。え、すご、私苦手なのばっかりだ。まあお前さんはメカいじりが得意だからそれでよかろう。おじいちゃんいいこと言う。あ、メカのこともわかります。それが一番得意かも。さすがはピッチ人だな。水が戻り、これからきっと町は大きくなる。移住のことは私からも東和町長に頼んでおこう。ありがとうございます。あとは家をどうするかだな。ここに住めばいいよ。いいんですか？ええ、私一人には広すぎるし、メカいじりの腕も見たいしね。あ、ちなみにジャンプメカの改良案を思いついたんだけど。ため、ほんとか？試す試す。任せて。完成。これで今までより高く飛べるチャージジャンプが使えるようになったよ。おお、すげえじゃん。私にかかればこんなの朝飯前よ。こやつ対抗意識を燃やしておるな。すごいです、アンさん。よし、私も頑張らなくちゃ。皆さん未熟者ですが、これからよろしくお願いします。何かしていく？シスってやつを探すんだよな。農業家？そうなの。うちのじタルボ時々もうシドじゃおじただきじなんかまあ自分が、うん、それそうじゃ分かった。3個の例の2つ目じゃ。これをこれだけ持ってきてもらおう。